はい、どうも皆さん、トライアングルです。というわけで今回なんですけど、なんとさらっとって言ったらあれなんだけど、こちらゆしろうくんがなんと追加されておりますので、今回これゆしろうくんがね、どうやらこれ何レアになるんだ、これレジェンドか、レジェンドレアなんですよ。だから結構出やすいんだよね。だから今回宝箱がむしろレジェンド狙っていくってことで、これ200個こちらに課金しました。で、この、宝箱を開けてゆしろうくんちょっと大量ゲットを狙ってみようかなと思います。だから200連で、さらに多分これから貯まるからもうちょっと引けると思うんだけど、でまずあえてこっち、いやまずこっちでいいか、行きましょう。じゃあここからちょっとガッツリ引いていきますね。ゆしろうくんが何体だったっけ、30体。でも今回はレジェンドだから、まあ当たりやすいはずだと思うから、当たりやすいんかな、わかんないけどね。行きましょう。さあどんなもんで当たりやすいのか、どれぐらい当たりやすいのか。まあでもこれ本当はエピックとかの方がいいんだけど、レアで200連でレジェンドだからちょっと当たりやすいかなっていう読みで、わあ、神引きすぎる。これは神引きする。レアでこの当たり率、まあもちろんコモンとかこれプラス30が入ってるんでね、これがあるからかなり大きいんだけど、それにしても今のは強いな。いやでも待って、レジェンドがむしろ出ない、やばいな、エピックばっかだ。レジェンド来るんだけど、ちょいちょい来るんだけど、ゆしろうくん、ゆしろうくんがおいら見たいよ。え、多分レジェンドだよね。だから同じ当たり確率だと思うんだが、そうはトムヤがおろしませんよと。そんな簡単に出すわけねえだろバーカって言われてるような感じがするが、いやでもね、レアでも全然あれだから、ドーマとか出てくるんで、ドーマ品津川さんかな確か、伝説レア級は。やばいぞ、まずい、ちょっと待って、まずいんじゃないの。待って、黄色は出るんだが、黄色は出るが、残念ながらゆしろくんが出ないというこのが、まあ嬉しい、オッケーオッケー。義勇さんは嬉しいよ、義勇さんはもうちょっとで柱にすることができるから、それは嬉しいんだけど、だけどまだっけと、ちょっと待って、本当にゆしろくん1体1体は見たいな、僕ゆしろくんのこと見たいな。ダメかい、見せてくれないのかい、んー、ダメなのかい、見せてくれないのかい。あ、見せてくれなさそう、ダメだ、ケチだ。まずい、まずいよこれ、ちょっと頼む、最後、わあ、いやでもまだある、こっからどんだけ使える、まだまだ引けますよ、まだ引けますよ、ほら結構まだ引けるから、いくぞ、いけ、よしろー、おいで、おいで、もう一回、よしろくんこっちおいで、はい、あんよはこっち。ダメですね、反抗期です。いやまだエピックが8ある、エピックにした方が良かったかな。こちらエピックいきましょう、エピック100連めちゃくちゃ高いんだよね。ゆしろうくん来たー、レアか、やっぱりレアのが良かったのか、いやーし、あ、レアじゃない、エピックのが、エピック100連、いやでもエピック100連だってさ、1回で800円かかるんだよこれ、こっちだったらなんとですね150円。うわ、ケチったせいだわこれ、絶対ケチらんけりゃいけたんかもしれん。いやでもまだまだこっから行きましょう、これ行きますよ、レジェンド、はい、んおい、まだもうちょい前ない、まだ前ない、ああ、なんかミシックが、ああ、よし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 、いいよ、いい感じ出てる、いい感じ出てる、まだある、まだある、はい、あ、いいんじゃない、まあまあまあ、はい、おお、やばい、確率が上がってきた、うわー、やったー、神引きだー、レジェンド、まあレジェンドだから当たりやすいっちゃ当たりやすいんだけど、ね、そういうわけじゃないよ、そんな簡単にいかないのよドーマは。よーし、嬉しい、もう十分すぎる、十分すぎる当たりですこれは、もう余は満足だが、まだこれで終わらせてくれない。あ、でも次レジェンドなんだな、次レジェンドなんだな、引きたかったな。はい、ということでゆしろうくん3枚、そしてドーマが4枚目と。いやでもこれ本当に先長すぎるぞこれ。ランクアップが残り6枚、残り6枚でランクアップと。あー、でも煉獄さん残り2枚だ、わ、煉獄さん欲しい、煉獄さんが、でもこれ待って、これね、ほら見て、煉獄さん、待って、え、ガシャで出るようになったの、待って、ガシャで出るようになったじゃん、え、マジ、え、ちょっと待って、あ、あ、え、え、ちょっと待って、ん、あー、小銭、ゼニか、あ、待って、これ新しい、あー、そうか、これだったのか、このなんか通貨みたいな、これ何に使うんだろうって思ってたら、こういう
そのうずいさんとか、なるほどね、これに使ってんのか、今まで知らんかったわ、これ気づかんかった、わマジ、わ、じゃあちょっと待って、いいよ、とりあえず、もちろんうずいさん、狙いはうずいさん、わこれかなり当てやすくな、ってことはこれさ、うわやったー、うずいさん、ありがとうございます。これ集めるためには確かね、いろいろやる方法はあるんですよ。まず一つ目が無限城だね。無限城に行くと、ちょっともらえて、うわー待って、俺炭治郎もいるし、うわーこの、わうずいさんここか、炭治郎もいるし、あとどこだったっけ、あーこれ無限城、この無限城、まあでも無限城はもう多分行ってもあれだけど、まあ一応行っとこうか。あとあの無限列車だね、これ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 、ダメージ報酬750もらえるので、ちょっと残り2分でどんだけ稼げるかちょっとやってみるか。いやまだ結構僕ダメージ量多いから、ダメージ報酬で750もらえ、ね、え、あ大丈夫、びっくりした、あーしかも珍しい無惨だ、すげえかっこいい、かっこいい無惨ですね、これかっこいいな、いいなこれ。でもみんなからダメージ受けてかわいそう、殴られてかわいそう、これ無惨くん、とりあえず少しでもダメージを、少しでもダメージを与えて、一応ダメージ報酬、あのマックスが確か750だったから、だからそんなに今途中から参加だからそんなにもらえないかもしれないんだけど、でもいいよ、かっこ、うわかっこいいなこれ、すげえすげえ、初めて見たわ、初めてじゃないかこの直視無惨、多分初めてな気がするけど、ほらーダメージをなんとか追いつけ、いやもうみんなすごい、ここら見てこれ、まあそれはねずっとやってるからってのもあるんだけど、それにしてもみんな強いわ、なんか最近みんな強いんだよ、当たり前だけど、まあこの装備あれじゃない、新しいやつじゃないのこれ、絶対みんな、ほらみんなこの装備してる、なんか新しく出たのかな、でドーマ使ってるでしょ、ドーマ使って、で多分なんか新しいなんか服、これなんだろうな、大あれかな、またガシャで出るようなやつかな、ちょっとわかんないんだけど、今のところ150個、こんな感じで報酬がまあどんどん増えていくという感じですね。今僕が7.6 だから9.4になるとさらに上がるんじゃないか、おそらく、まあ多分 9.4 はギリギリいけそうな気がするから、ちょっと倒しとこう、ほらよし、さあ 9.4 いけるよな、残り30秒、今僕ここですね、これでおそらく超える、超えたら、超えたよ、あ宝箱が今増えたか、そんなめちゃんこ効果が上がるわけじゃないのかな、一応10万超えたが 18.8 でさらにこれ報酬が上がるって感じだ、だから本当にマックス750ってのは相当頑張らないと、あのすごい強くして、かつあの無惨が登場してからすぐ倒すみたいな、そうしないと多分無理だね、750マックスは。ということでちょっとこれガシャも引いていきたいんだけど、でこれが一つの集め方ですね、この効果の。でもう一つがまあちょっと待って、これで移動して、これほいペイン、これここでお金がも、お金ももらえます、これで。なんかこれも結構重要になってくんだね、うわーなんかいろいろやっぱりやることが増えますねこれ。ここでいいのか、はい、パイーン、あ違った、あでもここでいいや、まあガチャ行きましょう、こんな感じでガチャ引けるので引いていきたいと思います。これもうソウルじゃなくなったの、もしかして、えソウルはじゃあ何のためにあるのってなるんだけど、今後あれなのかな、いやでももしくは無限城、えでも違うよな、ちょっと待ってね、無限産屋敷でペインで、ここのは一緒だよね、あ切り替えれるこれ、え切り替えれないよね、えこれさ今後もあれ効果以外はできないわ、えじゃあもうソウルがこれからガチャじゃなくなったってことか、もう全部これになったんだ、へえ、まあいいけど、いいけど、そうか、なソウル、じゃあこれから敵を倒す時のソウルの、まあ、価値というか、それに関しては何なんだろう、なんか装備品とかのためなのかな、もう基本的にはこの効果でガチャを引いていって、まあ、うずいさんをゲットするとかそんな感じなのか、それか敵をこうやって倒したらなんか効果もらえたりするのかな、ちょっと見てみるか、敵をなんか一人倒したら効果もらえますよとかあるかもしれないから、ちょっと一回泣き目倒します。今効果が45でしょ、45の状態で倒すと、あーなるほどね、もう効果じゃないか、なるほど、これでお金を集めるんだ、なるほどですね、
なんかここがこことあと反対側、反対側がなんか一番集めやすいらしい。このこういうなんかものをあの敵倒すのに一番なんか適してるっぽい。でも宇髄さんだとこの中で移動しちゃうから多分ダメなんだと思うんだけど、こうやって放置してなんか倒すのは一番なんかこの宇髄さんがいいらしいんで、ちょっと今後ここにずっと放置して、まあ、ちょっと効果を貯めてまたちょっとガチャを引いたりして宇髄さん狙っていきたいなと思います。ほら結構もらえない、これ254だよ。254もパッてもらえるぐらい、無限城よりここ行った方がいいね。ここでオートで、まあ、ガンガン引いていくと。で、まあ、宇髄さんも上がるけど、炭治郎もゲットできるしね。4回ぐらい引けるわけじゃん。さっきの今のちょっとで。で、炭治郎が 0.05。めちゃんこ当たりづらくね。宇髄さんが今多分ピックアップ中みたいな、そんな感じなのかな。1.25 だから。あー、なるほどね、これ。あ、なるほど。41時間おきにこれ、変わるんだ、ラインナップが。うわー、めちゃんこ楽しくなったじゃん、これ、じゃあ。待って、じゃあちょっとさ、これ今後待って、マジでドーマとかうずいさんとか普通に手に入れれる、楽しくなったねこれ。さらにちょっとこれ今後もずっとこうやって放置してがっつり貯めて狙いのキャラクターの時にそれやってみたいと思います。さあ今後は宝箱じゃなくてガチャでもいいんだ。じゃあもう本当にいいね、楽になったね。はい、というわけでじゃあ今回この辺りで終わりたいと思います。よければチャンネル登録高評価よろしくお願いします。それじゃあお疲れ様です。バイバイ。いいねー。